照明が落ちるとステージは静まり返る。でも彼らの物語はまだ語られることが多い。この動画では、かつて日本を代表するアイドルとして、また一人の女性として、複雑な人生を歩んだ伊藤恵美さんと、沢田研二さんの物語を深掘りします。彼らの結婚は、1975年に大々的に報じられ、多くのファンとメディアの注目を集めました。しかし、彼らの結婚生活は決して簡単なものではありませんでした。沢田研二さんの音楽活動がピークに達する一方で、伊藤恵美さんは芸能界を引退し、家庭に入る決断をします。今回のビデオでは、彼らのラブストーリーの背後にある試練と、それが二人にどのような影響を与えたのかを探ります。また、伊藤恵美さんの離婚後の人生に焦点を当て、どのように彼女が新たな生活を築き上げていったのかを追います。映画のような彼らの人生を通じて、時には激しく、時には静かに繰り広げられる家族の絆と個人の成長の物語を、この動画で解き明かします。それでは伊藤恵美さんの初期のキャリアとザ・ピーナッツでの成功についてから始めましょう。伊藤恵美さんは1941年、愛知県常滑市で生まれました。10歳の頃から NHK 名古屋放送局のショーに妹の伊藤由美さんと共に登場し、双子デュオとしての第一歩を踏み出します。中学卒業を待たずして、伊藤さんは妹と共に高校を中退し、プロの歌手を目指す道を歩み始めたのです。名古屋のレストランで歌っていたところを渡辺プロダクションの目に留まり、東京での芸能活動がスタートします。ここから彼女たちの星は急上昇し、やがてザ・ピーナッツとしてデビューを果たしました。デビュー後、彼女たちは恋のバカンスや声の風化など、数多くのヒット曲を連発。これらの曲は今なお多くの人々に親しまれています。ザ・ピーナッツの音楽は、その当時の日本のアイドル文化に新たな1ページを加え、彼女たちは日本の音楽シーンにおけるアイコンとしての地位を不動のものとしました。ザ・ピーナッツは国内だけでなく、海外においても公演を成功させ、日本のポップカルチャーを国際的に広める役割を果たしました。特にアジア圏内での影響力は大きく、日本の歌謡曲が国境を越えて愛されるきっかけを作ったと言えるでしょう。また、紅白歌合戦にはデビュー年から16年連続で出場し、その間70曲以上のシングルをリリース。その活躍ぶりは、当時の芸能界においても特筆すべきものがありました。伊藤恵美さんと伊藤由美さん、ザ・ピーナッツとしての彼女たちの功績は、日本の音楽史において重要な位置を占めています。彼女たちが築き上げたレガシーは、今後も多くのアーティストやファンに影響を与え続けることでしょう。次は伊藤恵美さんの沢田研二との結婚生活についてです。1975年、伊藤恵美さんは日本の音楽界を代表する人気シンガー、沢田研二さんと結婚しました。この結婚は、当時のメディアやファンの間で大きな注目を集め、多くの報道がなされた事象でした。沢田研二さんもまた、そのカリスマ性と歌唱力で高い人気を誇るアーティストであり、二人の結婚はまさに音楽業界の夢の組み合わせと言えるでしょう。結婚式は東京の高級ホテルで盛大に行われ、多くの芸能人や関係者が出席しました。この結婚式の様子は、テレビや雑誌で特集が組まれ、その豪華なスケールと華やかなゲストが話題を呼びました。しかし、伊藤恵美さんは結婚を機に公の場から退き、以降は表舞台での活動を控えるようになります。この決断には、プライベートな生活を大切にしたいという彼女の意向が反映されていたとされます。結婚後の生活は、一般にはあまり公開されることはありませんでしたが、沢田研二さんの仕事が忙しい中、伊藤恵美さんは家庭を守る役割を一手に担っていたと言われています。しかし、夫婦生活は必ずしも平穏ではなく、後に沢田研二さんの仕事をめぐる多忙さや、それに伴う生活のズレが表面化します。結婚から数年後、二人の間には子供が生まれ、家族としての新たな生活が始まりましたが、沢田研二さんの芸能活動は依然として盛んであり、家族として過ごす時間は限られていたようです。伊藤恵美さん自身もまた、もともとは公の目から離れた穏やかな生活を望んでおり、夫のスターダムとの間で生じる生活のギャップに苦悩していたとされています。伊藤恵美さんと沢田研二さんの結婚生活は、夢のようなスタートから次第に現実の壁に直面することとなり、それぞれのキャリアと家庭生活のバランスを取る試練に直面した期間でした。この結婚がもたらした変化は、二人の人生において重要な転機となり、後の人生にも影響を与えることとなります。次は伊藤恵美さんの離婚とその後の人生についてです。
伊藤恵美さんと沢田研二さんの結婚生活は外から見れば華やかで理想的なものに映りましたが、内実は次第に夫婦間のすれ違いが生じ始めていました。結婚後数年を経て沢田研二さんの不倫が発覚し、これが離婚の決定的な原因となります。二人の離婚は1987年に正式に発表され、多くのメディアに大きく取り上げられました。伊藤恵美さんはこの離婚を経て芸能界から完全に身を引き、一般社会での生活を始めることになります。離婚後の伊藤恵美さんは東京の静かな住宅街で不動産賃貸業を営みながら穏やかな生活を送りました。公の場から姿を消してからはメディアの前に立つこともほとんどなく、彼女についての情報は乏しくなります。しかしそうした中でも伊藤恵美さんは地域社会での交流を大切にし、住民との関わりを持つことで新たな人生を形作っていきました。また伊藤恵美さんには息子がおり、彼との関係は非常に密接なものでした。息子と共に過ごす時間は彼女にとって大きな喜びであり、息子の成長とともに彼女自身も成長を遂げていったと言えるでしょう。彼女は息子に対して愛情深い母親であり、彼の教育にも熱心であったと伝えられています。伊藤恵美さんの離婚後の生活は多くの困難に直面しながらも、彼女なりの幸せを見つけそれを大切にしていました。芸能活動を離れてからの彼女の生活はひっそりとしていて目立たないものでしたが、それでいて充実した日々を送っていたことは間違いないでしょう。彼女の後の人生は公の場から離れてもなお多くの人々にとって注目すべき軌跡を描いています。最後は伊藤恵美さんの晩年と逝去についてです。伊藤恵美さんの晩年は静かで公の目から遠ざかっていましたが、彼女の人生は決して単調なものではありませんでした。2012年、伊藤恵美さんは71歳でこの世を去りました。彼女の死因は癌で、発見された時にはすでに進行がかなり進んでいたとされています。伊藤恵美さんは亡くなる約1ヶ月前に病気が発覚し、短い闘病生活の末に亡くなりました。伊藤恵美さんは晩年、息子や親しい友人たちとの時間を大切に過ごしていました。彼女は亡くなる前の数年間、病気の母親の介護を行いながら自宅で静かに生活していました。彼女が亡くなる前には長年飼っていた愛犬も亡くなり、彼女にとって多くの悲しみが重なる時期であったといえます。伊藤恵美さんの逝去は彼女を慕う多くの人々にとって大きな悲しみとなりました。彼女の葬儀は親族と親しい友人たちが参列する中で行われ、その生涯が静かに幕を閉じました。亡くなった後、彼女の意思に従い息子が母の遺産を継ぎました。息子はその後も母と共に過ごした家でしばらくの間一人で生活を続けていたと伝えられています。伊藤恵美さんの人生は華やかな舞台から始まり、静かな私生活へと移行しましたが、彼女が築き上げた人間関係や音楽業界での貢献は多くの人々に影響を与え続けています。晩年は病との戦いとなりましたが、彼女は生涯を通じて多くの人々に愛され続ける人物でした。彼女の死は多くの人々に惜しまれながらも、彼女が残した音楽と記憶は今後も色あせることなく多くの人々に引き継がれていくでしょう。皆さん、今回の動画で沢田研二さんと伊藤恵美さんの共に歩んだ道、そしてそれぞれが辿った人生の物語をお届けしました。二人が結婚生活を始めた当時の輝かしい瞬間から、やがて訪れる家庭内の軋轢、そして離婚という苦い決断に至るまでの試練、さらには離婚後の伊藤恵美さんが新たな人生を築き上げる様子もご覧いただきました。公の場から遠ざかりながらも静かに充実した日々を送った彼女の晩年の日々、この動画を通じて芸能界の華やかさの陰で個々が抱える人間ドラマの深さを感じ取っていただけたでしょうか。また沢田研二さんと伊藤恵美さんがそれぞれに選んだ道が彼らの内面にどのような影響を与えたのか、視聴者の皆さんならどう感じるか、コメントでぜひお聞かせください。さらに今回取り上げた話について皆さんがどの部分に一番興味を持たれたか、またこのテーマに関連して他に知りたいことがあればコメントやリクエストもお待ちしています。あなたの声が次回の動画制作の参考になりますので、積極的にご意見をお寄せください。これからも沢田研二さんや伊藤恵美さんのような過去の輝かしいスターたちの人生に光を当て、その真実を探り続ける動画をお届けしていく予定です。今後ともチャンネル登録と通知の設定をお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。多くの方々の反応を楽しみにしています。